メグロガジョエンとは東京都目黒区にある結婚式場、ホテルレストランなどの複合施設である。運営法人の株式会社メグロガジョエンは渡部ウェディングの完全子会社。土地施設全体は外資系ファンドのラサールインベストメントマネージメントが設立した特別目的会社が所有している。2017年4月1日、ホテルガジョエン東京に施設名称を変更した。 木造館時代当時の目黒画女園、石川県出身の創業者、細川力蔵が、1928年に、東京、芝浦にある寺邸を改築し、純日本式の料亭、芝浦画女園を経営していたが、東京府江原郡目黒町大技下目黒技、坂下高地一帯及び岩永小一邸として、記録された建造物を入手し、造改築を進めて1931年に、 メグロにメグロガジョンと名付けた料亭を開業した。これは日本国内最初の総合結婚式場でもあった。本格的な北京料理や日本料理を供する料亭だったがメニューに価格を入れるなど当時としては斬新なアイディアで軍人や政治家、家族層以外の一般市民の料亭利用者を増やした。また中華料理の店で一般に見られる円形の ターンテーブルも1931年、細川力蔵の考案で、その後に中国大陸へ伝わったものという説もある。1945年8月15日正午、大西滝次郎中将は、終戦の玉音放送を軍令部の中庭で聞いた後、当時海軍病院の分室だった、この画序へを訪れて同期生の戦い軍時間を見舞った。その深夜、渋谷区、 南平台の感謝に帰り、翌16日に特攻作戦の攻めを取るとして、衣装を残して14時45分に滑腹受決を遂げた。木造の目黒賀著園は、太宰治の小説、果実にも登場する。絢爛たる装飾を施された園内の様子は、昭和の竜宮城とも呼ばれ、欅の板材で作られた園内唯一の木造建築。 百段階段とその階段沿いに作られた7つの座敷棟宴会場のうちの4つは2009年3月16日に東京都指定の有形文化財に指定された。十世の間、魚章の間、早急の間、清水の間、星光の間、清方の間、頂上の間、計7つの中から4棟の座敷棟が指定された。 映画、千と千尋の神隠しの湯屋のモデルにもなったもので、樹齢百年の床柱や天井、壁面、ガラス窓に至るまで税を凝らし、昭和初期における芸術家たちの求めた日と大工の高度な伝統技術が融合した素晴らしい装飾となっている。希望者は申請すれば観覧が可能となっており、イベントや宿泊、食事とのセットで公開されている。 2010年1月29日から3月3日までの期間、初めて、百段ひな祭りという豪華絢爛な催しが行われた。日本全国にあるひな文化の中から、非常に勢を尽くしたものが多いと言われる、山形のひなを中心に、上記7つの宴会場で飾られることとなり、盛況を博した。昭和初期に建設された木造の旧館においては、 開戦直前の昭和19年頃まで、戦時下の国民が苦しい時局や、贅沢禁止令下にもかかわらず、大勢の著名な画家や彫刻家、主が出入りし、あるいは泊まり込み、部屋ごとに女中と書生付きで数年にわたり、内装や絵画作品を完成させたという、禁令の制限で時局の悪化を知ったという画家の逸話もある。その結果、文店や、 かつて定点に出品された数多くの作品を所有資館内を飾った。その数は数千点にも及ぶ膨大なコレクションであり、旧館取り壊し時に学装保存された天井画やランマイと共に新館に併設された美術館で定期的に観覧に供したが、美術館は2002年に閉鎖されて多くの作品群は散一し個々の所在は不明である。 現在の敷地は1991年11月に総工費850億円で大リニューアルしたものである。旧館の老朽化と隣接する目黒川の水害対策の拡張工事が重なったことから検討の末膨大な美術品を修復して移築復元する方法が取られた。設計、思考は日建設計及び鹿島建設による。創業者、 細川力蔵なき後は、合資会社が助援として同族による経営が行われてきたが、運営会社であった、マサヒデエンタープライズは2002年に経営破綻し、外資ファンドリップルートホールディングスに買収された。マサヒデエンタープライズは、現在の株式会社メグロ助援として再建され、2004年5月には、渡部ウェディングがその株式の66%を取得して参加に収めた。 渡部ウェディングは2005年1月に残り34%も取得、メグロガジョ園を完全子会社とした。2007年には経営破綻した福岡産の上ホテルの再建スポンサーとなり、参加に収めている。2014年8月、森トラストがメグロガジョ園及びアルコタワーなど、施設のすべてを所有するローンストアから買収した後、2015年1月、 中国政府系ファンドの中国投資有限責任行使から資金提供された米ファンドのラサールインベストメントマネージメントインクが取得した。2017年4月1日ホテルガジョエン東京に施設名称を変更した。アルコタワー、アルコタワー及びアルコタワーアネックスはガジョエンの敷地内にある高層オフィスビルで全面改装時に建築されたもの。高さ103メートル。 主な入居企業として、アマゾンジャパンなど外資系大企業の日本法人が多数挙げられる。かつては、ウォルトディズニージャパンや、マースジャパン、ポルシェジャパン、スクウェアなども入居していた。メグロガジョエンとアルコタワー、ドアネックスは同じ敷地内にあり、住所も同じなので注意。ガジョエン観光ホテル。手前の屋根は、メグロガジョエン ホテルガジョエン東京に関するカテゴリー、ありがとうございます。